ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、ネットで知ったんだけど、深海魚が目撃されると、地震の前兆という話は本当なの？それに関しては何とも言えないな。どうして何とも言えないの？それはそのことを証明する根拠がないからだな。なるほどね。ただし、普段目撃されない場所で深海魚が見つかると、その後、巨大地震が発生したケースは数多く確認されているぜ。そうだったのね。それじゃ、今回は深海魚と地震の関係性と巨大地震の前兆をいくつか解説していこう。よろしく。まずは、深海魚と地震との関係性について解説していこう。よろしく。まあ、解説すると言ったけど、この深海魚と地震を裏付ける根拠は存在していないから、明確にこうだ、とは言えないけどな。確かにそうだね。ただ、地震と深海魚の関係性についていろいろと調べを進めると、どうやら、地震に関係しているのは海の生物の異常が関係していると言われているんだ。ほうほう、海の生物の異常、気になるわね。この海の生物の異常に関して、代表的な例を挙げると、リュウグウノツカイが目撃されると、大地震の前兆と考えられているんだぜ。リュウグウノツカイってどこかで聞いたことがあるわ。リュウグウノツカイとは、赤マンボウ目リュウグウノツカイ科に属する、魚類の一種なんだぜ。また、リュウグウノツカイ属における唯一の種とされていたけど、現在では2種が確認されているぜ。また、リュウグウノツカイは、特徴的な外見の大型深海魚でありながら、発見されることがほとんどなく、目撃されるだけで話題になる場合が多いんだ。ほうほう、リュウグウノツカイって結構名前は聞くけど、そんなに珍しい魚だったんだね。それで、リュウグウノツカイが発見されると、その場所で巨大地震が起きると言われてる件についてなんだけど、具体的に言うと、2004年に発生した新潟中越地震が発生する前には、何度もリュウグウノツカイが発見されているんだぜ。そうだったの。でも、たまたまとかじゃないの？いや、それはないぜ。なぜなら、東日本大震災が起きる前に東北地方では、リュウグウノツカイの水揚げが何度も確認されているからな。そうなの？じゃあ、全くたまたまじゃないわね。そうだぜ。また、恐ろしい話なんだけど、リュウグウノツカイが発見された数日後に、能登半島で震度6弱の地震が発生しているんだ。そうなの？じゃあ、リュウグウノツカイと巨大地震は関係している可能性は極めて高そうね。でも、リュウグウノツカイが発見されるとなぜ地震が起きるの？それは、わからないぜ。そこはなんとか明らかになってて欲しかったけど。まあ、自然のことだし色々と難しいわよね。そうだな、冒頭でも言ったけど明確な根拠があるわけではないからな。ただ、色々と推測はされているみたいだぜ。ほうほう、どんな推測なのか気になるわね。具体的に言うと、リュウグウノツカイはオキアミなどの甲殻類を餌としているみたいなんだ。ほうほう、甲殻類と地震、どんな関係があるのかしら？具体的に言うと、リュウグウノツカイと巨大地震に関しては、直接的に双方が関係しているのではなく、オキアミなどの甲殻類と地震が関係している可能性が高いと考えられているんだ。甲殻類が地震と関係しているの？そうだぜ。それで、巨大地震と深い関係にあると考えられている甲殻類は、桜エビだと言われているんだ。桜エビってかき揚げとかに入っている小さなエビだよね？そうだぜ。それで、桜エビが巨大地震とどのように関係しているの？まず、桜エビは微弱な電流を感知する能力を持っているんだ。ほうほう。そして、この能力は一般的に桜エビが、微生物を食べるために使われる能力だと言われているぜ。ただし、岩盤の動きが活性化すると電流や磁気が発生してしまい、桜エビの能力が鈍くなってしまったり、本来生息しない場所に移動したりすると言われているぜ。なるほどね。そして、リュウグウノツカイや桜エビなどが予想外の場所で発見されると、巨大地震が起きると考えられているんだぜ。確かにその推測は正しいような気がするわね。まあ、明確な根拠はないけどな。また、巨大地震が発生する前兆に関しては、桜エビだけではないぜ。まだ他にもあるの？実は東日本大震災が発生する7日前に、茨城県の砂浜に50頭のイルカが打ち上げられ、亡くなっている現象が起きているんだ。もしかして、いろいろな見解があるけど、一般的には地震の出す高周波や低周波が、イルカの方向感覚を狂わせたと考えられているな。なるほどね。じゃあ、ここまでの話をまとめると、海の生物の異常が確認されたら、地震に対する準備をしておくことが重要になるんだね。そうだぜ。また、一説によるとダイオウイカが目撃されると、目撃された場所から半径 100km で、火山の噴火が起きると言われているけど、詳しいことは明らかになっていないな。そうだったのね。これからは海の生物に関しても、いろいろと関心を持っておくことにするわ。
次に海の生物の異常として考えられているのは、クジラが浜に打ち上げられるという事例だぜ。それなら、私も聞いたことがあるわね。2011年に発生した、ニュージーランドのカンタベリー地震ではその2日前に、同国のスチュアート島にゴンドウクジラが107頭も座礁していたそうだぜ。ちょっと数がものすごいわね。そんなに集団で座礁したりすることあるのね。確かに100頭を超えるクジラが座礁していたというのは、すごい光景だったと思うぜ。他にもクジラが座礁した後に起こった地震ってあるのかしら？もちろんあるぜ。東日本大震災の1週間前には、茨城県鹿島市の海岸に、カズハゴンドウが54頭も座礁していたぜ。あの東日本大震災の前にもクジラが座礁していたのね。このことはニュースにもなったから、覚えている人も結構いると思うぜ。確かにそんなニュースもあったかなって感じだけど、その後に東日本大震災が起きているわけだから、印象が薄くなっていてもしょうがないわね。その後、起こった東日本大震災はまさに巨大災害と言っても過言ではないものだったからな。津波の被害や原発の話など、連日のニュースはそれで持ちきりだったように記憶しているぜ。本当にあの2011年という年は今思い出しても辛い年だったわね。他にも地震の前にクジラが座礁した事例ってあるの？実は2016年の熊本地震が発生する前にも、クジラの座礁が起きていたんだぜ。あの熊本地震の前にも起こっていたのね。熊本地震の8日前、長崎県長崎市大籠森町の砂浜に、ザトウクジラが座礁していたんだぜ。3つの事例を見ても、地震発生地域からそれほど離れていないところで、クジラが座礁しているわよね。確かにその傾向があるかもしれないな。でも、どうして地震の直前にはクジラが座礁してしまうのかしら？そのあたりの話はまだ解明されていないから、仮説の域を出ない話ばかりだぜ。ただよく言われているのは、クジラは地球の磁場を利用して移動しているそうだぜ。なるほど、地球の磁場を利用して進む方向を決めたりしているってことね。そういうことだぜ。まさに私たちで言うなら羅針盤といったところだぜ。地震の影響で地磁気が乱れることで、クジラの羅針盤に狂いが生じているのかもしれない。そして、海岸に座礁してしまうのね。まあこれも仮説に過ぎないけどな。そういえば、地震と電離層って関係があるとか前に言ってたわね。確かに、地震の前兆として地磁気の乱れや電離層に変化が見られるといった話をしたぜ。そのあたりのこととクジラの座礁は、意外と関係があるのかもしれないわね。確かに地磁気が乱れるという現象と、電離層の影響は関係がありそうに思うな。今後の研究で新しいことが分かってくるかもしれないから期待だぜ。また、地震の前兆は海の生物の異常だけではなく、地震雲と呼ばれる特殊な雲が出現する前兆があるんだ。地震雲ってどこかで聞いたことがあるけど、詳しいことはわからないわ。最もポピュラーなのは、晴れた空に一筋の太い帯状の雲のことだな。ポピュラーってことは何種類かあるってことになるのかしら。そうだぜ。地震雲には、放射型の帯状の雲、波紋型の雲、肋骨型、放射状、球状、鞘豆状、他にはレンズ型、綿状の白旗雲、UFO 型などがあるんだ。思ってたより多くの種類があるんだね。もしかすると、一種類ぐらいは目撃したことがあるかもしれないわね。霊夢が目にしていた雲が地震雲かの判別はかなり難しいから、なんとも言えないところはあるけど、もしかすると見たことはあるかもしれないぜ。では、この画像を見てくれ。なんだか、UFO みたいな雲だね。そうだぜ、ただ、この雲は地震雲の中でも、極めて珍しい形の雲だと言われているけどな。そうなの、確かにかなり特殊な雲に見えるわね。具体的に言うと、この雲は2018年山形県で目撃された UFO 型の地震雲だぜ。そして、この雲が目撃されてから数日後に山形県で地震が発生しているんだぜ。そうなの、まさに地震の前兆だったのね。そういうことだぜ。また、九州で地震雲が目撃されてから、その後地震が発生したことが過去にあったぜ。そうなの。具体的に言うと、その地震雲は12月18日頃に目撃されたと言われており、それから、しばらくして宮崎県で震度4の地震が発生しているんだぜ。それって、そう、地震雲が宮崎で発生していた地震の前兆だったと考えられているんだぜ。なるほどね、でも震度4でよかったわ。もっと強い地震だったら、いろいろな被害が出ているだろうからね。そうだな、ただこの画像を見てくれ。これは、一体何なの？これはトルコで目撃された怪奇雲だな。なんだかヤバそうな感じの雲だね。そうだな、見た目からして非常に珍しい雲なんだが、トルコではこの雲が目撃されてから、数日後に大地震が発生しているんだぜ。そうなの。じゃあ、この雲はもしかすると怪奇雲ではなく、地震雲だった可能性が高いんだね。おそらくその可能性が高いだろうな。次に紹介する巨大地震の前兆は、地鳴りだぜ。地鳴りって地面からものすごい音が鳴ることだよね。
簡単に言うとそんな感じだな。それで地鳴りについて具体的に言うと、1872年3月14日に発生した浜田地震においては、本震が発生するまでに、ものすごい地鳴りが鳴ったと言われているんだぜ。それは怖いわね。まあ、その後は浜田地震が発生し、多くの方が犠牲になってしまったんだけどな。なるほどね。となると地鳴りも巨大地震の前兆の可能性が極めて高いわね。確かにその可能性は高いと言われているな。ただ、地鳴りのメカニズムに関して、詳しいことは明らかになっていないことが多いので、地震と直接的に関係があるとは言い切れないんだぜ。なるほどね。次に紹介する巨大地震の前兆は発光現象だぜ。発光現象って気かってなることだよね。その通りだぜ。それで、この発光現象は東日本大震災及び熊本地震で発生したと考えられており、SNS 上には多くの目撃情報があるんだぜ。ほうほう、それで発光現象ってどんな感じで光るの？いろいろと説があるんだけど、一般的には空で雷のような光が何度も光ると言われているな。私の人生でそんな光は見たことがないわね。それは、私もだぜ。それってもしかすると、見間違いって可能性はないの？確かに地震発光現象に関しては、雷や電線のショートと考えられることが多いな。しかし、発光現象に関しては、古来からの資料にたびたび登場しているんだ。ほうほう、古来の資料から登場しているのは意外だわ。最後に紹介する地震の前兆は、地盤の沈下及び隆起だぜ。この前兆はニュースとかで聞いたことがあるわね。そうか、まあ、有名な話だからな。一応解説するけど、地盤の沈下、隆起に関しては、巨大地震が発生する前に発生すると考えられているぜ。なるほどね。でも、どうして地盤が沈下したり隆起したりするの？詳しいことは明らかになっていないけど、地震のプレートが関係していると言われているぞ。やっぱりプレートが関係しているんだね。そうだぜ。また新潟地震では、地域によっては地盤沈下や地盤の隆起があったと言われているぜ。なるほどね。さて、このように地震の前兆はいろいろとあるんだけど、どれも詳しい原因などは明らかになっていないぜ。もしかすると今後は科学の発展によって、明らかになる前兆が出てくるかもしれないわね。その可能性はあるだろうな。また、地震の前兆ではないけど、満月の日は地震が起きやすいと言われているんだ。え、そうなの？具体的に言うと、満月の日は月からの引力によって、地震が起きやすいと考えられているんだぜ。なるほどね。じゃあ、数年に一度訪れる、スーパームーンの時なんかヤバそうな感じね。そうだな。過去にスーパームーンが観測された日は、世界中で大きな地震が発生する傾向にあるそうだぜ。確か今年は8月にスーパームーンが、観測されると言われているから、地震対策は入念にしておいた方がいいだろうな。わかったわ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。